ここが、ここからでここまで水が水路が来てる、落下体勢の装備をつけてたらどうなるか。どうもマグニーでございます。皆さんお元気でいらっしゃいましたでしょうか。つうわけでですね、今日もやっていくわけですが、前回ですね、あそこの、村人のね、増殖ゾーン、おお、増殖ゾーンから、道をこのように道じゃないね、水路、川、リバーもうこっちのアイアンゴーレムトラップ予定地までつなげることに成功いたしました。で、この辺りをねアイアンゴーレムトラップ化していくわけなんですが、そのための準備をね今日は進めていこうかと思います。いろいろとね、ゴーレムトラップに対してのこう注意点であったりをご説明しながらやっていければということで、よろしくお願いいたします。それでは本日もやってまいりまーしょーた。もう早速始めていきましょうかね。特にね用意するもん今回ないので、ここが村の一番端っこになる予定なんですよ今のところ。なのでここから64マス、昨日の動画で60マスって言って、テロップで多分修正してると思いますけれども、64マスなので、はい、ここは217だから、で1234、要するにここからだな。ここ一番端っこになればいい。ここが、こっから向こうに作らないといけなくなっているということで、何マスあるかなんだよな。で必要なマス目があるから1、2、3、ギリギリセーフ、ギリギリのセーフだ。ギリギリスポーンチャンクなり作れるぞ。まあそれが分かってしまえばもう大丈夫ですあとは整地していこうかな。これ川でねボートで運んでくるんで、そうっすね、この高さにしていきたいから、で 20×20 のスペースを、この中に作っていく、詰まるところこういうことだわな。ここが303だからこうやって、303からこっちの283、これで20マス取れてることが確認できると思います。はい、で高さはこの高さに合わせていく、20×20 なので、じゃあ次はこっちに、ここか、はい、端っこにね全部置いていくね。はい、で次はこっちだな。はい、これで 20×20 のスペース、意外とちっちゃいんだな 20×20 って。おこれ高さ揃えて、やっていきましょう。一応整地というよりもこれぐらいだったらねちょろいですわ。あ、やばい、ソロマスじゃなかった。シャベルをとりあえず回復させに行くか、先に。はい、何で回復させるか、修繕がないのでダイヤのねシャベルを作って合わせるというね技でいきたいと思います。前回もねそうやってシャベルさ回復させてるので、シャベルさんをね回復させてるので、もしかしたらコスト的に結構もうやばいことになってる可能性もある。よいしょ、あ全然余裕じゃん。とここまでやってきたはいいものの、すげえ不安を今感じてしまいました。本当にスポーンチャンクはここで正しいのか。もう何回も死んでリスポーンしている場所があそこなので、おそらくは大丈夫だと思うんですけれども、不安なので、このね、あコンパスもあったな。不安なのでコンパスを使った初期リス探し、初期リス、スポーンチャンク探し。方角合ってるな、このままだ、まっすぐだな。お合ってるな合ってるな、おー合ってる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 。このままどこまで俺は連れていかれるのでしょうか。ちょっとまだ斜めになってる。おちょっとこう向きが変わったぞ、ちょっとこっちなのか。コンパスを見ててくださいね、ズームしとくからね。あ向き向き向き、夜、あー安い。今ここでピタッとこっち向きました。でそのまままっすぐ行くと、でさらにピタッとピタッと向きました。でさらに、おおいきなりこっち、いきなりこっちで、こっち向くと、あこの辺ってことか、ここが中心ってことだね。で F3G でチャンク境目、やっぱり合ってたんじゃないかな。いや1個ずれてるな、1個思ってたところより1個ずれてる。分かったぞ。今ググってきたら、参考にしたページ貼っときますけど、ググってきて調べたら、ここが結局は
初期スポーンチャンクだと思うんですよね。これがこのチャンクで、あと方角を見ないといけないですね。で北側を探す、北北北北はこっちですね。こっちなので低速落下はこういう時に使うんです。皆さんここちょっと上がるよ。ここのチャンクが、初期スポーン地点を含むチャンクで、北側がこっちで、北側に1個進みます。で次は左、そしてもう1個左、この4つですね。1 2 3 4、ここの4つを中心とした 12×12 なので、じゃあここから 1 2 3 4 5、ここあった1個やっぱりはみ出ちゃうんだな。1 2 3 4 5、あらまあ、つうわけで、スポーンチャンクには入ってると、どちらにしてもスポーンチャンクには入ってることが判明しました。もう一度説明しましょう。ここっすね、ここが、初期リスを含むチャンクで、北側がこっち、 北に1個で進んで左に曲がる、そしてもう一回左に曲がる、でもう一回左に曲がるとさっきのチャンクに戻る。この4つが中心として考えていって、でこちら側、あっちに作るでしょ。これが真ん中の一番端っこだから、こっから1 2 3 4 5、はい5つ目。でこっちにも1 2 3 4 5、はい、ここが端っこです。スポちゃんの端っこです。もう一回これ作り直すね。スポちゃんの端っこで、ここを1として、2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12個目。ってことでこっちがちょっと内側にずれてくるって感じですね。スポンチャンク測り直しました。まあそうだな、前動画でなんか違うこと言ってたので、場所が違うところを検索したら、そこはあれだな、編集ちょっと間に合うか分かんないですけど、まあうまくこう修正をなんとかしていきたいと思います。間違えていた、さっきまで思っていたスポーンチャンクでも、新しく計算して算出したスポーンチャンクでも、どっちでも大丈夫なような場所だったので、結果オーライです。じゃあここを掘っていけばそれで OK ですね。うわあ、お疲れ。おお、庭、思った場所を掘り抜いてみたらこんな感じになりました。イエー、雑草もとりあえずここは除去しておきましょうかね。はい、こういう具合になりましたね皆さん。うん、でここまで水が、水路が来てるので、ここまで村人は全然容易に運んでこれますね。素晴らしい。ではここの洞窟というか、こう穴、普通に穴だな。ちゃんと湧き潰しをしといて、じゃあこの2つぐらいね、よっしゃ、全部土に変えるか、なんか違う素材に変えていくかってところなんだけど、とりあえず土にするだけしときます。で第一の村が発展して巨大建築とかもできてきて、先にゴレムトラップ作って、で巨大建築が、できていく、まあそういう流れになると思うんですけども、そうしてから出ないと、どういう風にこの周りをね耕していくかっていうのがね見えてこないので、先にやっぱりゴレムトラップ作ってしまう方が効率的かなという結論に至りました。でも一旦下の石だけは土に変えておきます。うん、オッケー、あ、まだだった、オッケー。ゴーレムトラップを作る準備、していきますか。村人のね運び込みは多分一番大変だからね、作ってしまえば。はい、一応ねゴーレムトラップのためのグッズは準備させていただきましたので、それを持ちまして、今日はめちゃくちゃ使った低速落下作りましたんでめちゃくちゃ使いましたね。で、スポーンチャンクの調べ方がねやっぱ中心になってくると思うんですよ。ゴーレムトラップを作る準備、していきますか。でスポーンチャンクの調べ方、さっきねやりましたよね。これでも本当にスポーンチャンクが、スポーンチャンクじゃないかどうかを調べる簡単な方法がありまして、これ4つ角調べましたよね。ここを基準にして 12×12 で、で、調べたところ、なんと 12×13 チャンクの場合もあるということで、まあおそらくここが漏れることはないと確実に思われますが、ここはですね最善を尽くしましょうということで、今回はこの人参たちを F3G、 これ俺コントロール G ってどっかの動画で言ったような気がすんな、大間違いじゃんね。はい、こうやって適当にばらまきます。これ今チャンクの境目でほら
分かれてるじゃないですか。じゃあこっちも向こうのとでこっちので分けます、ここからかなり距離を取って5分経ってから帰ってくる。そうすると、スポーンチャンク内は読み込まれて消えるのに対し、スポーンチャンク外のものは残ったままになるよという、これがねスポーンチャンクの調べ方です。これを四隅で行う。外内リルムだから、もしかしたらなんかちょっと条件変わってる可能性はありますけど、みんなも本当にゴーレムトラップするときは、作るときはちゃんと調べてやっとかないと、動かないとかいうことがね出てくるとすげえ大変。でも一応スポーンチャンク外に作っても大丈夫なんですよ、実際本当はね。本当は大丈夫なんだけど、常時動いても鉄がね、もう あり余ってしょうがねえぐらいな感じになってる方がいいので、早く移動しないとね。じゃあここから100ぐらいだったのでマイナス400ぐらい、 Z 値がマイナス400ぐらいまで離れます。それでは5分、待ちたいと思います。ヘイシリ、5分タイマーよろしく。はい、5分からカウントダウンします。タイマー、お、来たか、来たぞ。あれ、音鳴れよ、音鳴れよ、クソ最悪。はい、来ました。さてどうなっているのか。おおお、見て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 、見事に見事にこのスポーンチャンクないのものが消えてる。こっちも見に行くんだけど、先ちょっと寝るね。スポーンチャンクとはこういうことなんですよ。5分以上待っていたことになるので、その間にアイテムが消えてしまってます。今こいつらまた外のやつ読み込まれ始めましたが、じゃあこっちはどうだいと。あらあら、お、こっちの人参全部消えちゃってるぞ。あ、ここは外残ってるね。あ、でもこっちの消えちゃってない？ 13×13 の可能性あるな。ここまで伸びてる可能性ありますね。どうだい？あー、向こうは残ってるね。向こうは残ってる、こっち消えてて。いや、こっちでやり忘れてるわ俺、バカだ。あー、やっぱり予想通り、ほら、このチャンクより外側だけ残ってて内側のやつは消えてる。つまり読み込まれてるということだと思います。これが皆さんスポーンチャンクの調べ方です。もしかしたら私の場合は、はい、ここはこういう風になってるのでちょっと回収して 12×13 になってる可能性でかいですね、うちの場合は。スポーンチャンクが、これをこっちに移動させて、で最終的に外と内側に置いてあげて、もう一回やっとくか。じゃあ、ヘイシリー、5分タイマー、タイマーを5分にセットしました。次は音出しとくからね。ゆーた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 、これゆーの遅み。あ、来た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 。ここじゃなくてここだよな。うん、 F3G やっぱりだ。オッケー、これでスポーンチャンク大確定でございます。なんと12×13 がスポーンチャンクであることがこれ判明いたしましたね。素晴らしきですね、分かりやすいですねこの調べ方。皆さんもぜひ実践してみてください。つうわけで、ゴーレムトラップ作りとかその辺はねまた、開始していきたいと思います。ここがゴーレムトラップの場所です。おやす、あ、まだか、寝てからご挨拶したいと。というわけで本日30秒の兄弟を送るプチチャレンジ、こちらご覧ください。亀の甲羅のポーション使ってシーズン1でしてる落下検証してください、これどういうことなんだろう。落下の実験って検証ってやってたんですよ。最大の高さから落ちて耐えられるかみたいな、落下耐性の装備をつけてたらどうなるかみたいなとかをやってたんですけど、亀の甲羅のポーションがその落下に対しての強みを出してくれるのかっていうところだと思うんですけれども、移動速度がゆっくりになるから落下速度もゆっくりになるんじゃないという考えであれば多分それは違うとは思うんだけど、ガラ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 、うるさいなお前らは。タートルマスターのポーション飲みます。おお、ゆっくりになった。じゃあ落ちるときはどうなんだっていうことなんだけど、落ちる速度は一緒ですよと。はい、死にましたよと。はい、というわけでですね、死にます。はい、本日誕生日兄弟おめでとう。では兄弟通信参りましょう。最善ですね。はい、74%、馬小屋のお話でございます。ありがとうございます。
マルチなのに一人なのが新鮮度数。ああそうですよね、ずっと絶対マルチ動画で誰かと一緒にやってたけど、マルチ動画と言いつつピンでサバイバルやるだけの動画だもんね、だからねやっぱこう新鮮だなっていうすごく意見がもう真っ当ですね。ほんと至極真っ当だから、サバイバルはあっちに任せていいんじゃないかなって俺は思ってる。まだね、皆さんのアンケートそしてご意見どんどんくださいね。むしろ秒画距離短くしたほい短くした方が湧くとか、あこちらなんですけど TT に関してのコメントですね。秒画距離イコールマイクラの世界を読み込まれているとする、そして湧かない原因に128ブロック以上早い方が適応が進む瞬間でコース現象があった場合、秒画距離が遠くなるその現象の起きる範囲が広がり、結果的に秒画距離が湧くことがより悪影響になっているのではと考えています。おっしゃる通り、これちょっと今度やってみたいと思います。ありがとう。はい、つうわけで本日はこの辺りで終了でございます。こっそりとね、あの上にあるアイテム拾いに行っておきます。それではまた次の動画そして配信でお会いいたしましょう。じゃあねー、バイバイ、ほなー。